定刻になりましたので始めさせていただきます。本日は足元の悪い中、秘密保全法学習会、これでわかる秘密保全法、本当の秘密にお越しくださいまして誠にありがとうございます。本日司会を務めさせていただきます水谷と申します。よろしくお願いいたします。まず今日のスケジュールについてご説明いたします。これから中谷弁護士の方から90分間ほど講演をしていただきまして、その後7分ほど休憩して質疑応答に移らせていただきます。それでは早速学習会に移らせていただきます。中谷先生よろしくお願いいたします。皆さんどうもこんにちは。足元が非常に悪い中で来ていただきましてありがとうございます。私どもが来た時にはカンカン照りでこんな雨が降ると全く思ってもいなかったんですが、今見てみると雨と雷で大変な状況で本当に来ていただいてありがとうございます。それではお話を始めさせていただきます。ちょっと座って話させていただきます。今日はですね、これでわかる秘密保全法、本当の秘密というブックレットを分売社から出しました。この関係で、この出版を記念した、学習会ということで、これを題材にしながら、この中身について丁寧に、詳しく説明していきたいというふうに考えています。ブックレットという性質上、実は用意した原稿の中から相当な部分割愛した部分もありまして、そのことについても、時間がある限りでですね、触れて少し補充していきながらお話していきたいなというふうに思っています。それからその後ですね、入手できた資料もいくつかありまして、例えばですね、このブックレットを書いた時には有識者会議の報告書に基づいて議論を組み立っていました。その後全国オンブズマン会議の方が、情報公開の請求をして、その元になる検討チームだとか政府のですね、情報保全システムに関する、検討会議の資料等を情報公開で入手しています。ほとんどは黒塗りなんですが、非常にその中から分かる面白い事実もあります。今日はそのことについても少し触れながらですね、お話をしていきたいなというふうに思います。第一に、ブックレットがお手元にない方も今日入り口で配りました、この1枚もの、これで分かる秘密保全法、本当の秘密というものに、目次とそれから込み出しを書いておきましたので、これ見ていただけばほぼこれに沿ってお話をしますので、お分かりいただけると思います。一番最初に秘密保全法の危険な中身ということで、秘密保全法がなぜ危険かということを、要約的に説明しております。尖閣沖漁船衝突ビデオ流出事件というのをですね、この秘密保全法制定の必要性の象徴的な事件として挙げられていました。これは有識者会議の第1回の時にですね、当時の戦国官房長官が出てこられて、その挨拶冒頭でこの尖閣沖、漁船衝突ビデオの流出事件を挙げて、こういうことがあるから秘密保全法を制定する必要があるんだという挨拶をしました。しかし、その後はっきりした情報によって分かったことですが、実際にこの海上保安官自身は処罰されていません。起訴猶予ということになりますね。国家公務員法違反で情報を漏らしたということで、逮捕をされてたんですが、やはり起訴されるに至らなかった。結局ですね、そういう事件化することはできないという状況になりました。秘密保全法を作らなければならないと言って根拠にしたような、こういう事件そのものが、処罰もできないような内容、処罰する必要もないような内容だった。それはそうなんですね。これは尖閣沖の漁船衝突ビデオ流出事件は、流出した時点では秘密でも何でもなかった。
海上保安官であれば誰でも見れるような情報であった。秘密でないものを